アザイさんって何歳まで配信してると思いますか？何歳までやってっかな？何歳までやろうか？60歳で現役。それはそれで面白そうだけどな。おいおい、60歳でスマブラやってるやつがいるぞって、話題にはなりそう。限界までやってほしい。限界超える？限界超えますか？こんばんは、メイト、頑張ってください。ありがとうございます。マダシさんの1個下だと思いますが、全然 VIP いけないので勉強させてもらいます。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、30代でやってるとかね、前年齢のアンケート取って結構いるっていうのが分かったから、結構な大人の人もやっぱやってんだなって安心はしましたよね。やっぱこのスマブラってやっぱ若い子がやってるからさ、若い子の方が多いからさ、なんかちょっと安心感ありますよね。次やってメイト行くか。会社の上司がやってるらしくて、意外と上の年齢でもやってるらしい。年齢関係ないよな、ゲーム遊ぶのにな。それだけは分かる。マサさんって何歳なんですか？マサさんは今37です。37です。スマブラの大会とかで20年になります。誰が思うよ、20年スマブラやってるって。思わんよな。最先端走ってくださってるのにモチベもらってる大人はたくさんいますね。ああ、なんかね、なんかそういうの言われたことありますよ。自分より年上、まあ、僕みたいな、僕がやってるから、その僕よりちょっと下の層の人たちが、そのマハシさんがやってるからなんか安心してスマブラやってるみたいな言う人はなんか見かけましたね。昔からスマブラの大会ってあったんだ。 ありましたよ。で、64の頃からあったはず。本当にその今のもっともっと小規模にした感じのもの。昔の大会って32人とか16人とか、本当にその規模でしたね。そういう大会がまあ本当に半年に1回とかでやってた。本当にごくまれにやってた。基本はだから大会とかはあんまりなくて、ただただみんなオフタコオフ開いてスマブラ対戦して遊んでるってだけだった。でタコオフでまあ総当たりとかちょっとしたイベントをして遊んでましたよっていう感じの環境だったかな。だから32人で大会とか、もう32人でもう大規模ですよ。大規模。もう今は32人って普通に平日大会の人数やけど、デラックスの時とかはね、もう32人大規模です。それがもう半年に1回行われるんだからね、もうそれはもうみんな頑張ってましたよ、その1回勝つために。今で言うかがり火みたいな、まあそうですね、かがり火みたいな感じかな。まあああんなでっかい施設とか借りてなかったけどね、本当に小さい会議室借りて、テレビも主催者の人とかスタッフの人が持ってきて、ブラウン管ですよ、昔じゃ。ブラウン管持ち運ぶのめちゃくちゃ僕、まあスタッフそこまでやってなかったけど、ブラウン管を毎回持ち運ぶのめちゃくちゃ大変だったと思いますよ。今はね、ゲームモニターだから薄いけど、ブラウン管ってめちゃくちゃ重たいからさ、画面小さくてめちゃくちゃ重いから、多分設営だけでも大変だし、オンラインもなかったからね。オンラインないからもうタコフ行くしかなかったからね。ブラウン管ってなんだ、ブラウン管を知らない。
ブランカン知らんか。そうか、昔のあの分厚いテレビです。分厚いテレビですっごく重たいけど、多分ブラウン管テレビで検索したらすぐ出てくるよ。いっぱい出てくる。今の子はそっか、知らんか、ブラウン管。海外のデラックスの大会とか見ると分かると思う。テレビがすごい分厚い四角い箱だから、あの四角い箱がブラウン管の、ブラウン管テレビってやつで、ブラウン管テレビのいいところ、遅延がない。これゲーミングモニター、今みんなが使ってるゲーミングモニターとかは数フレーム、人間には感じれないけど遅延はわずかにあるんですよ。でもそれがないの、ブラウン管テレビって。だからモニターと比べたらもう荒々しいけどね。そう、そういうテレビをみんなで持ち歩いて使ってた。そう、ブラウン管テレビでずーっとやってたな、スマブラな。お前ちょっとみんなお手手洗ってくるわ。白赤白黄色端子、三色コード、三色コードなんて今わかんないでしょ。三色コード、ブラウン、今は HDMI があるからね。昔はね HDMI じゃなくて三色の、赤白黄色の3色のコードでテレビとゲーム機つないでたんですよ。スーファミとかね、ゲームキューブもそうかな、 Wii もそうか。 HDMI はあれかな、スマホからかな。 Wii はね、なんか HDMI じゃなくて D 端子やったかな。 D 端子とかではあったと思うけど、化石みたいな話してる。若い子ついてこれへんで、これ。まあそういう時代があったんですよ。まあそういう時代があったからこそ、まあ今のね、かがり火とか、今のスマブラ SP の大会があるからね。だから昔大会とか開いてた人とかにも感謝しないといけない。ずーっと受け継がれてってるからね。よし、ちょっとお手手洗ってきますね。